にちは、日経の島田です。まず最初にお知らせです。チャンネル登録者数が1万人を突破しました。いつもご視聴ありがとうございます。それでは今回のキーワードは在宅勤務です。この 1,2 年の間で在宅勤務という言葉はすっかり定着してきたように思います。緊急事態宣言が解除されましたが、これからの働き方はどう変わっていくのでしょうか。企業の動きや生産性への影響について日経電子版のコンテンツから調べてきましたので、詳しく見てみましょう。新型コロナウイルスの感染状況は足元では落ち着いてきています。政府は10月1日に緊急事態宣言とまん延防止等重点措置を全面解除しました。全国で宣言と重点措置が発令されていない状況は4月4日以来およそ半年ぶりとなります。長い期間にわたった緊急事態宣言が解除されたことで、従業員の働き方を再び見直す企業が増えています。出社を再開する企業では、出社の頻度を増やしたり、在宅勤務の原則や目標を撤廃したりするといった企業が相次いでいます。一方でこちらのように現状のまま在宅勤務の比率を維持する企業も多くあるようです。例えばユニチャームでは就業方針を原則在宅勤務としていました。しかし10月からは工場勤務などを除いて原則週1回の出社に見直しました。また日本通運でも東京本社の出社比率を 30% から 50% に引き上げたとしています。経営者の意見は割れています。日本経済新聞は国内の主要企業を対象に社長100人アンケートを実施していますが、政府の行動規制緩和に合わせて従業員の出社比率をどうするかを聞いたところ、回答した企業の6割が出社比率を上げるとしています。しかし現状を維持するとの回答も4割に上ったと紹介しています。働き手にとって在宅勤務を希望する声は高まっています。こちらの記事で紹介している調査では、在宅勤務実施者のうち継続を希望する人の割合は2020年4月には 53.2% でしたが、2021年7月には 78.6% まで高まっているとの結果でした。在宅勤務か出社かをめぐる議論は国内だけにとどまりません。アメリカの Amazon.com では、国内外のオフィス部門の働き方について2022年1月から少なくとも週3日の出社を原則とする方針を掲げていました。しかし多くの従業員から質問が寄せられたことで方針を見直した結果、一律での出社再開を断念し、部署ごとに判断を委ねる方針に変わったとしています。では在宅勤務が働き手の生産性に与える影響はどうでしょうか。こちらの記事ではテレワークと仕事の生産性に関する調査結果を紹介していますが、テレワークを実施する人が感じている生産性は出社時と比べた時に平均して8割強にとどまっていると紹介しています。エキスパートによる一言解説機能シンクには、出社か在宅か二者択一の議論にはあまり意味がないかと思っていますが、社員の多くが出社を希望していないという事実は気がかりです。まずは出社による負の側面を徹底的に見直すことが必要だと思いますとのコメントがありました。ここまで在宅勤務について見てきました。私自身、去年4月に今の部署に移動してからは在宅勤務が中心の働き方をしていましたが、最近では週5日、出社するという週も増えています。一方で同僚の中には週1回出社するという同僚もいて、同じ部署や会社の中でも働き方に対する考え方は人それぞれなんだなと改めて実感しました。もちろん業種や職種によって状況は異なりますが、在宅勤務をする、もしくは出社をするという、この2つをうまく組み合わせることができれば生産性を上げて仕事をできるというようなことにつながるのかなと思いました。皆さんはこれからの在宅勤務のあり方についてどのように考えますか。コメント欄にぜひご意見をお寄せください。今週もご視聴いただきありがとうございました。皆さんの興味のあるキーワードもぜひコメント欄にお寄せください。この動画が良ければ高評価、そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。